聞こえる？始まりの音。これは公園で見つかった音楽の物語。え、父の元カノみたいで、すいません。あんたら何してんの？小田倉幸子さんに会いたいんですけど。オープンリールテープ、2人の曲の続きを作ってるんです。私たちがオープンリールを見つけたのが運命だって。たくさんの人に聞いてもらうべきだと思う。ですよね。まあね、キチフェスのライブにどう？え？本当は誰なの？口ずさむポップミュージック、聴いてほしい曲があります。パークス